毎日ポジティブ341回目でございます。そう、私がスーパーポジティブティーチャー福地でございます。よろしくお願いいたします。さあ、まずは最初はですね、あの言霊の力をチャレンジするという言霊チャレンジ、ご飯のありがとうとご飯のバカ野郎、一体今日8日目です。どうなってるんでしょうか、確認したいと思います。さあ、こちら同じ場所に置いてあります。さあ、ありがとうバカ野郎、こちらですね。ありがとうの方、ありがとうの方も確実にカビが増えております。バカ野郎の方もね、意外と表面はちょっとありがとうよりもないですね。裏見てみましょう。あー、でっかいですね。でっかいカビ、そしてこっちはちっちゃいカビが生えております。まあやっぱり進行具合はバカ野郎の方がちょっと早いですね、カビが生えるのが。ありがとうも、でもまあ普通にちょっとカビ生えてますね。はい、まあ今のところは一応バカ野郎の方がね、ちょっと今カビがかなり進行してるんで、今のところこういう結果でございます。これ1ヶ月だったらかなり明確に分かると思うんで、楽しみに待っててください。ありがとうバカ野郎ということですね。ありがとうございます。で、今日の話なんですけども、皆さんに報告があります。実はですね、昨日なんですけど、またまた TBS さんからですね、なんと電話をいただきまして、で、あ、またポジティブ居酒屋の取材系かなっていうふうに思ったんですよ。まあ、全部断ってるん で今回違かったんですね。あの、ポジティブラガーマンというお笑いコンビやってますよねっていう入りだったんですよ。あ、やってますやってますと。で、今ある番組でラガーマンとかマンがつくお笑い芸人のオーディションをしていますと。で、ある番組でそのマンがついてる、そのお笑いグループのオーディションをして、その中から5組ぐらいがその番組に出れるという企画があるので、ぜひともポジティブラガーマンさんに出てもらいたいと。まずオーディションをね、いきなりテレビに出るんじゃない、オーディションに受けに来てほしいと。あ、そうなんですねと。でも僕の相方が今パチンコの収支だけで日本一周の旅してるんで、ちょっと今何とも言えないので、また折り返しますという形で一回そこの電話を切って相方に確認しました。じゃあ相方は、まあちょっと行くことはできないという答えだったんですね。で、僕はここで、まあ普通だったらね、ああ無理だったなと、では無理でしたって連絡したら終わりなんですけど、ちょっと待てよと、ポジティブラガーマンで相方がいないと、だけど一人で来ましたって超ポジティブで面白いんじゃないかなと僕は考えたわけです。むしろこれ一人で行って一人でちょっと笑いかっさらったら、これ出れるんじゃないかなみたいな、むしろそのストーリーこそ面白いんじゃないかなと僕は思いまして、相方に確認して、俺一人で出ていいかなと、だから、あ、全然いいじゃんみたいな、むしろそっちの方がいいでしょうぐらいの感じで来たんで、よしと、じゃあ俺一人で行くわと。で、ついさっきあの TBS の方に連絡させてもらって、一人で出たいんですけどどうですかって聞いたら、ちょっと上のものと確認しますと言って一回切って、また連絡来て、あ、そしたらぜひともお願いしますということで、オーディションが決まりました。それもポジティブラガーマン、僕一人でスーパーポジティブティーチャー福地として、出させていただくことになりました。そのオーディションが22日の日曜日にありまして、それで受かったら24日の収録、もうこの2日間しかないんです。たまたま24日の予約見たらゼロだったんで、だいたい夕方6時ぐらいからスタートするってことなんで、あ、これいけんなと、もしまあ受かった場合ね。まあこうやって一回ちょっと普通に考えたら無理かなと思ったことでも、こう考え方変えればむしろ面白いじゃんみたいなっていう僕は考え方なので、今回オーディションに行けることができました。僕はお笑い芸人になると言って決めて作ったポジティブラガーマンという名前がなんとこうやってオーディションにつながると。全然僕らなんて売れてない僕らのお笑いの芸人の芸名がなんと TBS さんから連絡来るようになってきたというのは本当に嬉しいですし、 TBS にですねちょっと行ってガツンとね、ポジティブラガーマンのスーパーポジティブティーチャー副主として、ポジティブ居酒屋じゃないところ、僕という人間のですね、笑いがどこまで通用するのかというのを、22日ですね、オーディション行ってきますんで、ぜひともこの報告待っててください。きっとですね、僕は合格して24日収録デビュー、全国デビューしたいと思います。ということで、以上毎日ポジティブ341
1回目でございました。ご清聴ありがとうございますというところの前に、そうだ、言い忘れた。これ僕もうすぐ子供が生まれるじゃないですか。生まれるんですよ、奥さんが今北海道に里帰りしてて。じゃあ奥さんにこの話してる、してないのに勝手に決めて、お前大丈夫かって多分思う人もいると思うんですけども、ちゃんと奥さんにも了承いただきました今日。はい、いいじゃん、面白そうじゃん、行ってきなよっていうですね、ものすごいポジティブに帰ってきたんで、でこれで僕が頑張ってる姿でもしかしたらね、奥さんの床をで、ね、元気づけられるかもしれないし、ということで、まだちょっと生まれる、まあ、いつ生まれてもおかしくないんですけども、予定日があと8日後なんで、それまでに何かちょっと僕がね、そういうチャレンジをして勇気づけられたなと思います。ということで、ご清聴ありがとうございました。